今日は、ね、あのーまあ、会社が休みなんだけど何かね、えー、天気がまあ良くて、まあ、風がちょっとあるんだけどねこれからちょっと庭の仕事しようみたいなことでね、まあ、こんな格好で <laughs>、えー、申し訳ないんですけどもあの今日はねまた質問に答えるコーナーなんだけどえー、っとねもう最近ね、あのー、多少こう質問が入ってるよね昔さあのー、なんて言うのかな えっと、田舎でね、そのほら、川にさ、冷やし針ってな、あ <laughs> 入れといてさ、ミミズかなんかこう、くっつけて入れとくとね、朝になるとね、うなぎが変わってきて、おなんつってね、20本くらいしかけるとさ、まあ3本か4本くらいうなぎが釣れてたりするんだよね。なんかそんな感覚 <laughs>。今日のコメント欄見て <laughs> お、お <laughs> 質問があるな、みたいな。ねえ、まあいろんなね、質問、あの、 俺結構役に立つと思うんだよね。なんで質問してくんないのかね。あのー、こちらと締めればさ、あの質問が多い方があの張り合いがあるというかさ、あのなんかね効果測定になるじゃん。でさらにねどんなことを求めてるかってはが分かるよね。まああの毎週今ね木曜日に朝八十五からあの FMFM FM 横浜で高橋理代夫さんって番組やってんだけども、もうこれ十一年目かな。 に入ってんだけどまああのいろんなこう若い人の質問とか来てあこういう風に考えてんだとか分かるようになってやっぱ質問があるとさあそれに答えることによっていろいろ皆さんの役に立つし、まあ、僕もねあの人生経験の中で えー、解説できることがあれば、まあ、お役に立てるなと思ってもうそもそもこのね YouTube だってそうだけど別に俺 YouTuber でもさ何でもないじゃん。だけどまあなんか始めちゃったきっかけでね、まあ、もうえ2008年からやってんだもんね。でそう考えたらさ、まあ、その割には、まあ、この程度かよみたいな、ね、<laughs> 登録者数しかないけどさ、まあ、コツコツとねえ皆さんにお役に立つような話をしていきたいなと思うんですね。で今日はねこれ えいつもなるほどと思いながら見ていますとで倉橋さんの動画を見て不動産投資に興味を持ちましたが、まあ、現在56歳で今から始めるにはどんな形がベターなんでしょうかと、ね、子供もを成人してしまい成人しまして多少の余裕はできましたが、えー、数千万を右から左へというわけではなく、えー、会社にご相談行くには資金的にどのよう 程度あればいいでしょうかみたいなことなんですけども会社にね質問あのくるのは別に個別相談に来てもらえば別にね無料でえお話しするんだけどまあこういう方結構最近増えていてねで事例から言うとあのまあある方がえ当社に見えてねたまたま自宅の隣に土地が売りに出,て出ましたとでそこにアパートを建てたいと。 いうことで、えー、そこにアパートを建てて投資をするしたいんだけどどうでしょうかっていう話が来たのね。ところがその駅ってさそのまあうーんそういっちゃなんだけどあのまあ、マイナーな駅でねで駅からはたし多少近いけど段差があったりしてさちょっとね建築にお金かかるよねと。ででそこでじゃあ例えば ね、土地買って建物を建てて、えー、8,000万円くらいのね、えー、投資をするんであれば、ね、でその方も40のもう半ば過ぎてたんだねで結果的にじゃあ僕はどう提案したかというと,いうとそれも諦めましょうともう家はあるんだから、ね、でじゃあ都心部で、ね、あのワンルームマンションをそのいくつか買えばいいじゃないというあの提案をさせてもらって。 で実際にねあのお、まあ、夫婦でも働いていてでもうお子さんも育ってるしいまあ,あ手も離れてて、まあ、年間200万から300万は確実に貯金ができるというふうな話があったので、まあ、それだったらさ要するに65歳までにさ返済が終えればあ要するにい、ね、そのまんまあ首都圏で 空率の低いところであればあ確実にキャッシュフローが出るよねという話で,でそうするとさ計画としてはまあ,あねえ、まあ、45で65だから20年だよね。で20年のうちにあのまあ極端なのというと、まあ、目標数字としてはやっぱり月額ね4050万のキャッシュが欲しいっていうことだったんでえとりあえず借り入れをしながらね要するにあの膨らましといて。 で最終的にどうするかというともうこの方、まあ、上場企業に住んでいる方だったので退職金もあると出るのよそしたら退職金で生産すればいいじゃんというね、まあ、ざっくりしたこんな話なんですよ。でそ,こそれを参考にしていただいてじゃあこの方どうするかという,と,、まあ、うんと56歳だからね65っていうと9年じゃんそうするとすげえ簡単な話するよ。 これ、ちょっと見にくいかな。金融データって、あるのね、で、この金融データってさ、あの。えっと、本来は、あの、なんか、うん、ね、えー、これ、ヒューレットパッカードの点日つってやつなんだけど。これ、あの、ダウンロードするとね、あのー、まあ、うん、こういう形で。えー、ね、アイ、アイフォンとか、アイパッドです、あの、アイフォンか、これは、これはね、なんだっけ。<laughs> えー、音楽聞きがする、<laughs> 全く同じなんだけど、これでダウンロードできたのね。で、さ。 これで計算するとまずさ、えーとうん、そうだねじゃあ月々ネット収入で、ね、5万円入る、まあ、つまり家賃が6万円で、ねえー、入ってきてでそれから管理費修繕積立金なんかを引いた残りが、ね、管理料も引いてね残りがあ5万円とするよね。 でこれが月々なんで、えー、年間としてはこの方は、えー、と9年残り9年とするよねというと108回だ。で金利はそうだね、まあ、どういう方か分かんないけどまあうんまあ大体。 ワンンルーームだだとパセトららいいっったら調達できるかなっていうまあそれはあの金融機関とね属性によって違うんだけどもそうするとねえっ、ー、とーえ借、ー、り入れするちょっと見にくいね照明が入っちゃってかな、はい、入ってるうん見えるかなこうあこうかねえー、見えるかねあこうかこうすればいいのなうんこういう形で えー、489万、まあ、約500万の借り入れ、ね、であれば月々5万円で返せるのねそうするとお例えばうその物件が、えー、そうだね神奈川県のまあちょっと僕たちが推奨しているエリアがあるんだけどそこだと今でも1,000万くらいで買えるかもねでそうするとお500万円の自己資金を入れて でさらに処刑費で50万円だから百5 0万円くらい用意あいやごめんなさい、えー、1,000万円だとすると1,100万なんで500万のローンを組んで、えー、600万の自己資金を入れればなんとなく買えちゃう感じなのね。でただしこれはあの、まあうん、いわゆる、うん、空室がない状況の、ま、形なので、えー、空室が出たりね何かっていったら持ち出しが出ちゃう。でもその程度で済んじゃうのが一つ。 でもう一つはあのーねえー、そうは言っても、じゃあ、うねえー、持ち出しなく、まあ、もうそうだねなるべくそのリスク少なくて、えー、投資をするってことな,な,な状況の中で言ったら、じゃあまずね、えー、と20年、ね、20年返済でやあの購入しましょうと言ったときは、20年で、 えー、考えると970万円なんですよ、ね、借りれは。そうするとお多分1個あたり200万くらい用意すれば大体、ねいいえー、家賃と返済で、えー、収支があっちゃうのねで。だけどそうするとさ定年退職後も。 キャッシュロー出ねえじゃゃんっって話になっちゃうわけだから,だから例えば20年でローンを組むよね。で、えー、それで9年後9年後にどうなってるかっていうと、えーまあ、約970万借りてで9年後になると元金はね585万にくらいになってるのね。そうするとこの分を退職金で用意できるとすれば。 ここで、えー、退職金で返済してしまえばまずうネット収入5万円の収入が得るよねとじゃあ20万円ね、あのー、必要だとすれば、ねえー、まず1,000万の物件を、えー、4つ買います。ね、で4つ買って同じように全て4倍だよねだからあ自己資金が西が8800万円を用意して。 で、退職金で、えーまあ二2二2 0 0万くらいかな二千二百万くらい用意できたとすれば、あのー、ある意味でそこで毎月20万円のキャッシュが得られると、まあ、一つはそういう考え方があるよね。でもう一つ、まあ、先ほどの申し上げたような方のようにいやいやもう子供も成長してるし今前、ね、年間大体このくらいのねその うん預貯金はまあ最低でもできるよねというのであれば逆に言うともう少しボリュームを上げて毎月の返済をあの、ね、貯金と思って進めていけばあ同じような形で、えーまあ、元金の返済を、まあ進めばあの要するに最終的には65歳くらいで換算ができると。つまり、ね、あの不動産投資の場合は えと不動産投資でもないんだよね物を買って貸す商売だから、ね、それ勘違い者っていうやつがさまあいろんなことでね騙されてるけどそうじゃなくてちゃんと、ね、その家賃を生む物件を購入できてで今度ローンの返済の期間を、ね、確実に返済が済むとすれば元金の返済分っていうのがあいわゆるストックになるわけねストックと資産になるわけじゃん。 となるとこの資産を形成する上ではあ、ね、そのいろんなテクニックを使いながらあ、ね、レバレッジをかけて投資をしていくということ。でもう一つは、まあ、あの直近ではねやっぱりうんまあそこそこいい物件なんかあるんだよね。で例えばワンルームのマンションを一つ買うよね。 で,でもそこのエリアで一等ものアパートなんかまず無理なエリアもあるわけよもう当然だけど地価も高いしねこれから建築しても無理だっていうやつが例えば計算してみたらねあ1,600万ぐらいで開発するじゃん。すと潜在的なこの物件の価値っていうのはひょっとすると2,000万くらいあるよねっていう予想ができたとすれば極端に言ったのそれを買っておいて将来的に要するに売却するっていうこと。 でその売却することによって、えー、そのお金を別の物件の返済に充てるっていうこともできるわけですよ。不動産として結構まあうーん、ね、この間もある方からね言われて、あのー「もう仕事で忙しいんで社長勝手にやってくださいよ」みたいな <laughs> もう最近出てきててさ、まあ、しょうがないその法人のさ売ったり、ね、買ったり、まあ、売ったりとはあんまりないけど、ね、あの買ったり。 金融機関のね融資つけたりしながらあー、ね、キャッシュを増やしながら相続対策で株価を落とすみたいなねことも、うん、やってるんですよでこれはなかなかね僕もほら責任のある仕事だからあの皆さんの仕事をね受けるってわけにいかないけども、まあ、ある程度信頼関係ができてきたらねそっちの方がいいかもしれないねっていうことでうちの、まあ、コンサルなんかでもそういう能力持った人いっぱいいるから、まあ、そういうところに任せちゃってもいいかもしれないし、えー、あとは あのー、まあう今、まあ、いろんな形でねあの商標を取ったんですよ「みんなで不動産」っていう <laughs> どっかで聞いたことあるかもしれないけどさ <laughs> ねまあ、ね、その「みんなで親さん」はね特定共同事業法に基づくそのね、えー、所有権を持ったあ多分投資なんだよね、えー、詳しいことは知らないけど、あのー、だけどさ「みんなで不動産」っていうのは何かっていうと。 まあ、その会社全体をねみんなで運営するっていう手法にすればあの投資と全く関係ないんだよねだからそういうような切り込みをしてみたりとか、まあ、いろんなことをね今考えたりしてんですよでもともとは CF1 っていうねあの会社で、えーまあ、皆さんの、まあ、顧客サービスだよねうちの会員さんのサービスのために、えー、社債を発行して物件を買うでそれで、えー、そのね、えー、確定利息を払うっていうね これはあの少人数志望者形式なんでもうあの法律的にねいろんな形で制約があるんだけども、まあ、それをやってきた実績あるんだけどやっぱり僕もさそこそこ年きっちゃったから <laughs> そこまで今度ねお客さんの面倒のために責任取れないよね規模が大きくなっちゃったから。で、まあ、結果的に今はあのもう再来年の3月ね。 えー、あごめんなさいうちの会員の人で不正不安に投資する方いたら、ねあのまあ、ここでもちゃ事前に告知しますけどあのそれ以降の期間についてもその時点で全部全額返還しますのでそこの準備をしていただきたいなと思うのね。でそれはさやっぱり僕の目利きで物件買ってで運用してでそれで社債を、ね、あの発行して当時は4%。 の利息でやってたんだけど、まあ、最近はねちょっと価格が高騰してきたんで3.5でやってたんだけど、まあ、あのそれでもその物件自体がねあの上がってきちゃったから、まあ、それを売却しながら、まあ、とりあえず、あのー、8億円6億円分か6億円分は、ねあのーまあ、あ売却してでとりあえず償還に当ててで残った分は横浜銀行さんから、あのーね、借り換えさせていただいて。 で結果的にあのもう再来年には全部閉じるというようなあ形になったのね。でやっぱさあの人のお金扱ってるっていうのはさあのやっぱり損させるわけいかないしね。でかといってそのさ、まあ、自分の利益なんかほとんどないわけだよね。あのまあ、僕もそこにね社債投資して,して、まあ、皆さんと同じ立場なんだけど分量からしたらさそんなに大した金額じゃないわけだよ。 だからそう考えると、やっぱり責任のが重いよね、世の中っていうのは。だからあ、ある意味では今回はまあ皆さんにねあの責任を果たす意味でえとりあえず全額の召喚をするということでえ今やっているところです。そんなことでねまあぜひ、のこの,ねえごきゅあのお話の方はご質問の方はですねお気軽にね無料個別相談ってやってるんですよ。 まあそこに申し込みでいただいて、えー、ぜひあの今後ねシーエヌエスグループにお使いいただければいいんじゃないかなと思います。ということで今日もねご質問に答えました。まあぜひ皆さんご質問にお答えしてください。あ、ご質問ご質問してください。ね、ぜひ応募してますんでよろしくお願いします。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。 ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。